Suzuki。はい、今回もアレクサンドロス大王についてお聞きしていきたいと思うんですけども、前回のグラニコスの回戦、グラニコス、いや凄まじい戦いやったっすね。マジヒーロー、戦場を見てきたかのようなコメントですね。超英雄、マジで、あのやっぱ飛び散る汗見てきた、素晴らしい。この休憩中に何があったんですか。一回休憩挟んでましたからね、そうですね、我々。はいはいはい、次は、はい、あのいよいよダレオス本体出てきますけど、はいはい、そのグラニコスってさっき言ったのトルコの端っこで、小アジアって呼ばれる地域の端っこら辺、はい、ちょっと世界地図ないと、はい、表現しづらいんだけど、はいはいはい、ここね今トルコの端っこを押さえたわけよ、はい、でそこから、うん、なんつうんだろうね、エジプトに行く途中にあるんですよね、イッソス。はいはいはい、まあ、ちょっとイッソス、はい、うん、イッソスってところあるんですけど、はい、まあ、そのグラニコスで負けちゃうじゃないですか、ペルシャが、はい、しかも惨敗なわけ、はい、でダレオスがビビるんですよ、うん、王様ですね、ダレオス3世、はい、ペルシャのだから敵の大将ですよね、はい、敵の大将が、はい、えってなるんです、うん、あれえってなるんです、うんうんうん、これはやばいぞってなるわけです、スエーのいるぞと。だって、はい、自分が軍事的には一番信頼していたメムノンを派遣したのに、はい、そのメムノンが負けたぞってなったわけ、はいはいはい、でそのメムノン負けたんだけど、実は負けた後のメムノンはですね、生きてまして、うんうんうん、何をしてたかというと、アレクサンドロスが征服した土地の後方から脅かしてくるんですよ、アレクサンドロスを、はい、でちょいちょいいろんなことするわけ。それがすごくうざったいんです、アレクサンドロス。落ち武者みたいになってるんですか。そう、はい、アレクサンドロスの大戦略は、はい、自分が征服した土地の後ろ側、要はこう進んだところに関しては、うん、全部絶対反抗させない土地にして、はい、補給路を確実に確保するっていう考え方なんですけど、うんうんうん、それを阻害してくるんですよ、メムノンが。でメムノンやっぱ頭良くて、さっき仲間割れというか、ペルシャ軍とまとまりなかったからダメだったんですけど、はい、まあ、傭兵隊、自分のギリシャ軍傭兵隊としてはうまく立ち回れるんで、うん、結構ねアレクサンドロスを妨害してくるんですけど、うん、またアレクサンドロスの運の良さが、はい、メムノンが病死するんですよ。病気か。病気ですぐ死んじゃうんだよ。あららら。で、はい、あのダレオスがまた焦るんですよ、はい、焦って、はい、焦るというか、もういよいよちょっとこれは、はい、本気で向き合わないとやばいぞってなるんです、はい、うんうん、でついに自分が出ていくんですよ。おお。でペルシャ帝国の皇帝っていうのはですね、はい、すごいんですよ。すさまじいですよね。すさまじい領土を治めている、はい、もう20の民族を治めてますから、はい、20の民族の王の中の王なんですよ、はい、王の中の王ってマジで呼ばれてるんですよ。キングオブキング、キングオブキング、はい、でキングオブキングのそのダレイオス本人が出てくるとなったらですね、はい、うん、凄まじい人数連れていかないとメンツが潰れるんですよ、はい、だから大体20万人ぐらい連れていくんです彼は。うわお国が動いてるねそう、王宮ごと移動するみたいな、はい、だから次女とかも、次女というか、まあ、その家族全員で行くんです、うん、うん、奥さんとか全員連れていくんですよ、子供とか、はいはいはい、で、まあ、このダレイオスがついにまあ出てくるんだけれども、うん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 、このダレイオスが来て戦うイッソスの戦いとグラニコスの間に何個かね、またあのエピソードがあるんですよ、はい、これがね、はい、まあ、ちょっと有名なんで一応紹介しておきますね、はい、ゴルディオンの結び目っていうエピソードありまして、はい、結び目、はい、はい、ね、なんつうんですかね、馬車のを構成するロープの中に結び目があるんですね、はい、で なんでそんな話になってるのか全然わかんないんだけど、ゴルディオンっていう町 の、はい、その馬車のこの結び目をほどいたら世界の覇者になるっていう、まあなんか願掛けなんでって思うけど、はいはいはい、そういう願掛けというか、はい、なんかなんジンクスじゃないですけど、ジンクスですね、はいはい、そういうのがあるんですよ、はい、それを誰もほどけたなかったのに、うん、アレクサンドロスがほどくんですよね。それはもうライターが捏造してますよ捏造してると思います。それはもう、うん、はい、それはもうこういう伝説をねちょいちょい残していくんですよ、うん、このゴルディオンの結び目を解くでしょ、うん、あとはね、はい、お医者さん連れてってるって言ったじゃないですか、はいはい、じゃあお医者さんと、はい、そのなんていうかな、お医者さんにかかる時があるんですよ、はい、アレクサンドロスも、はい、病気になって、はい、で処方された薬をこうまさに飲むときに手紙が届くんですよ、はい、
その手紙に何が書いてあったかって言ったら、はい、その目の前のお医者さんが裏切ってアレクサンドロスを殺そうとしてるから気をつけてって書いてある手紙が今まさに届いたんですよ、はい、その手紙をそのお医者さんに渡すんですよね、アレクサンドロスは、はい、渡して、はい、そのお医者さんが読んでる最中に薬飲むんですよ、渡された、はい、それで殺されるかもしれないのに、はい、自分が信頼していることを示すために、はい、手紙でこう来たけど俺はお前のこと信頼してるよっつってこうやって薬飲むみたいなかっこいいエピソードがあります。本当かどうかは分からないです。いやなんでそんなちょいちょいこうサブエピソードを挟んでくるんですか。そこもあれっぽいですよね。なんかこうなんですかね、コミックスがキリが悪いところで終わったからちょいちょいサブエピソードでちょいキリがいいところで次の巻からニューエピソードみたいな、後で言うのもなと思って。時系列的にこの時代この時のアレクサンドロスの話だから一応言っとこうみたいな、なるほどなるほど感じでやるんですけど、はい、まあ、ダレオスがイッソスっていうところを戦場に定めてですね、アレクサンドロス軍の5倍以上の軍勢で来るんですけど、怖いな、はい、これねもう正直さっき20万って一応言いましたけど、はい、いろんな説があるんですよ、うん、6万から60万の開きがあるんですよ。6万だっていう人もいるし、はい、学者で、はい、60万だっていう人もいるわけ、はい、だからめっちゃ開きあって、はい、なんだって思ってる。一応僕が読んだ中で一番信頼できそうなのはやっぱ 10万ぐらい、うん、でそれを迎え撃つ、迎え撃つというかね、それを攻撃したらアレクサンドロス軍が3万ぐらい多くて、うん、はいはい、まあでも相当劣勢ではあるってことですね。3分の1以下ではありますね、うん、確実にとにかく劣勢ということですね、うん、はいはい、このアレクサンドロス軍とダレオス軍がですね、すげえことが起こるんですけど、これどうやって伝えればいいんだろう。でっけえ山があるんですよ、はい、超でっけえ山脈がまずあって、はい、でアレクサンドロスは上か下かどっちかをアレクサンドロスが通って、はい、ダレイオスが上か下かのまた反対側を通ったことによって、はい、すれ違うっていうバカみたいなことですよ、うん、え、ね、ちょっと面白くないですか。ちょっと ドリフな感じになる。攻めていって迎え撃ってきた方がすれ違って、うん、お互いすれなんか通り過ぎるみたいな、うん、あれ敵いねえみたいな。そう、あれみたいな。マジドリフが。で、はい、ダレイオスは途中でそれに気づいて、はい、こう裏から回ってくるんですよ、はい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 、アレクサンドロスからしたら、はい、こう今からダレイオスを攻めに行ってんのに、はい、後ろからダレイオス来たんですよ、はい、うわ怖っ、焦るんですよ、はい、それで、はい、すごく焦った状態から始まるのがイッソスの戦いです。おあれやばいやばいってなった。アレクサンドロスも、はい、これもしかしてハサミ撃ちって思う。奇襲攻撃に見えますよね、それは。そう、これは奇襲でハサミ撃ちされてんのか俺はってなるんですよ。ここから始まるのがイッソスの回戦、うん、はあ、またちょっと一個設定足してきますね、神様。そう。ドラマっぽいでしょ。ドラマっぽい。もう普通戦ったら勝つから。もうこんなに脚本としてなんか映像化しやすいやつないと思うんですけど。すげえな。それで、そのはすなんかこう今日ついたダレイオスはそれを全く生かせずに死んでいく、死ぬというか負けていくんですけど、今日ついたんだけどやっぱりアレクサンドロスはね、その判断力が優れてるよね、その状況をしっかりと判断してこれはハサミ撃ちではないと、でこの体型を持ち直してですね、戦おうとするんですけど、ダレイオス軍はそのさっき言ったみたいに3倍以上の軍勢がいる、はい、まあ、5倍ぐらいの軍勢がいると一般的に言われてる状態、はい、でその中の真ん中にいて、うん、ダレイオスは、うん、その周りを1万人の不死身の男たちっていうやつらに守らせてるんです。強いやつら。ああ強いのかどうか分かんないんですけど、ああ名前が強そうなんですよ。もう中二病全開。不死身の男たちっていう漫画だよね。そうそうそう。はいはいはい。それで守らせてて、それでアレクサンドロスは自分が一番端っこに、真ん中じゃなくて一番端っこの騎兵隊をこうやって統率してて、真ん中はお父さんの時代から側近でいたパルメニオンっていう、まあ60歳以上の、70歳ぐらいかな、すごい老健な、はい、ベテランの将軍、ベテラン将軍に任せてるんですよ。そういう布陣でねぶつかるんですけど、ここがね、この戦い方がまたね、すごいですよ。はいはいはい。まず一番最初にやったのが弓兵がいるんですよ、向こうに。向こうに、はい。で弓兵はやばいんですよ。弓兵は強い。強いというかね、うざいんです。アレクサンドロスからしたら。なんで一番最初にまず弓兵をぶっ潰しに行くんですよ。はい。歩兵を率いて弓兵を一回最初マジこう
壊滅させるんですよね。さっと壊滅させる。それもねすごい速さでいくんです。歩兵なんだけどザザザザっていって、弓兵もそんな早く来ると思ってないんで、はい、わーってなって、はい、で殺されていって弓兵壊滅させて、はい、その遠距離攻撃ができなくさせた状態のダレオス軍に今度は騎兵を率いて側面から一気に突入するんですよ。すげー。このさっき言ったダレオスが中央にいて1万人の不死身の男たちに守らせてるでしょ、はい、そこにこのひし形化体系で騎兵隊がそのまんま突っ込むんです、横から。うわ、それで横腹をゴリゴリ削られていくんですよ、はい、もう完全にキングダムの飛信隊完全にあれ、はい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 、あれでゴリゴリ削られていって、ダレオスは超豪華な馬車に乗ってこんな感じでこう余裕しゃくしゃくだ、余裕しゃくしゃくでいたんですけど、はい、横からバンバンこう人が飛んでるなんだあそこで何が起こってるんだってやべえみたいなのがどんどん進んできてて、そこの先頭にアレクサンドロスがいるから怖いんですよ。ダレオスそんな怖いこと経験したことないですよ、人生で、はい、すげえ馬に乗ってるやつがずっと大きいのもんね。そう、はい、ブケファラスで突っ込んでくるんで、はい、何が起こったかっつうと、はい、ダレイオスが怖くなって逃げます、はい、やばキングオブキングスやば逃げます。嘘、あのマジで逃げます。いや脱走、脱走するんですよ。そしたらペルシア軍の人たちは、あのえってなったんですよ。それはなるわあれってなって、大将がなんか逃げたぞってなったんですよ。でその時点で総崩れです。うわ、ペルシア軍総崩れで、だからなんていうの、こう本体と本体がガチガチで戦う感じじゃなく、その端っこの方で騎兵隊が突っ込んだことによってもう戦況が決まってしまった。うわ、アレクサンドロスが先頭で突っ込んで、すげえ。弓兵がいないんで、はい、まあ、あと白兵戦だけじゃないですか、はい、で騎兵対不死身の男たちでバンバン倒していくんですよ。これ不死身の男を倒していくんですね。1万人いたんですけどね、はい、6000人死亡しました。全然不死身じゃねえ全然不死身じゃねえそうなんですよね。これなんか覚悟の差って感じがしますね。そうですね。でその後壊滅した歩兵をパルメニオンがぶっ殺しまくるんで、ペルシア軍の歩兵が、これはあの20万人兵がいた時のベースで計算した時は歩兵が10万死んでます。だから半分死にました。敵兵が1万死にました。で、アレクサンドロス軍は450人しか死んでないです。すごすぎるな、桁が違うっすもんね。だってほら、もう一番最初にさ陣形崩して壊滅させて敗走、もう逃げさせてるから、戦ってないよね。逃げてるやつ殺してるだけだから、アレクサンドロス軍。そうだよね。これもね、そのもうここら辺から超英雄アレクサンドロス。だって2回連続で超強大な自分よりも圧倒的に多い軍隊を全然死なずに、こっちが完全にもう干渉してるんで。だから当時の世界のトップであるペルシャ大帝国のトップの皇帝を逃げさせたんですよ。めちゃくちゃかっこいいっすね。もうやばいじゃないですか。いや、しかも逃げ方が超惨めだよ。ダサい。ダサい。ダサい、本当に。それもマジジャンプっすね。わーってなったんでしょうね。怖かったんだと思います、多分その風景が、ビジョンが多分そうだろうね、あの想像したら怖いです。めちゃくちゃ怖いっすよねすげえでけえ馬にでけえやつ乗ってバンバン人が吹き飛んでんでしょ向こうからそれは逃げるわ、だからね、あのキングダムの身体みたいなことって史実で本当にあるんですよ。あるよな、あんな漫画と思ってましたけど、本当に漫画であるんです。漫画みたいなことがあるんですよ。かっこいいな。でこれによって、まあ小アジア全体はもう完全にもうだから、あのペルシャの帝国の半分、西半分はもうマケドニアに取られちゃいましたね、この戦いで敗走したことによって。でこの時にもう、あのもう一つでかかったのが、ダレイオスっていろんなものを一緒に持ってきてるんですよ。まずお金、はい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 、あの凄まじい金額を持ってきてるんですよ。財布に入れて持って何万タラントンみたいなやつ。さっきさ、ほら800でやばいって60タラントンとか800タラントンとか言ってたじゃん。何万タラントンみたいなの持ってきてたりするんですよね。っていうのと、
あとね奥さんとか全員も連れてきてた、うん、で子供とか全員連れてきてた、うん、全員置き去りにして逃げてるんで全員アレクサンドロスに捕まります。うわしかもダレイオス戦車に乗ってたんですけど、はい、戦車に乗ってて逃げようとしたらこうごちゃごちゃほらいっぱい兵士がいるので、はい、逃げきれないからわざわざ馬に乗り換えて逃げていくっていうねダサさそう、だからお金を失い家族を失い財宝を失いっていうのがこの時のダレオス、ね、あと名誉っていうか名誉も失い、メンツも地に落ちたね、信頼でペルシャは西半分を失う、うん、そして借金だらけだったアレクサンドロスはそれによってついに黒字化する。うわーすげえこの時点で黒字化する。はあ、黒点。黒点した。単月黒点した。単黒。単黒した。黒かました。いいよね。か。いいなと思った。リスクをね、こうもう全突破させていったやつの回収をここでしましたよ。かっこいいっすですね。はい。なるほどな。これがね、あのイッソスの戦いです。素晴らしい。いやブラボーっすね。ブラボーとしか言えないっすねこれは。このあと最後の決戦があります。おこれはまた楽しみですね。はい、うん、これをガウガメラの戦い。いやもう最後の決戦っぽすぎる名前がマジで誰か書いたんじゃないかっていうぐらい。敗走したそのダレオスが、まあ、残りの国力を全て総結集して最後の抵抗でやっぱりちょっと舐めてたんですよ、うん、アレクサンドロスのことを、うんうんうん、やっぱりね負けると思わないじゃん、うん、自分の方がさ3倍以上の軍勢で本人出てきたんだからさ負けると思わなかったけど、まあ敗走したから自分が。ガウガメラの戦いはダレオスがあのなんていうか本気出すんですよ。おお、ついにダレイオスの本気がガウガメラで見れます、うん、かあ、やっぱ王は王だったっていうことが、王の中の王の本気が、王の中の王がついにそう、はい、それをちょっと見てみたいですね。次はいや楽しみです、はい、いやありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい